こんばんは。こんばんは。皆さんいつだってカレーチャンネル見ました？今日更新されたやつ。私はあと1分半で見終わります。待ちきれなくてつけちゃいました。新しく更新されてます。全員医療メンバー。そう。まだ見てない。今回はある対決をしてます。チームで。こんばんは。よしパパさん、こんにちは。しらすさん、あんちゃん、TT さん、なりばんさん、コナンさん、とマークさん、ガオさん、マニーさん、コナンさん、山火八号さん、キッチンシャン、豊丸さん、コナンさん、だったん、みじにゃい、そう、まさまさん、豊丸、神田さん、キッチンシャン、おつおつ。見た？早い。嬉しい。うちのりしゃ、カレコーション、こんにちは。見終わりました。シュレに懐かしい。カレー愛がパクパクしてる様子が見れますよ。カレー愛主人がパクパクしてる様子見れるので、よかったら見てくださいね。あ、もうコメントしてくれてたよね。コメントしてくれてるの見たわ。ありがとう、嬉しい。これで、あ、今日金曜日かってなった。これ更新されてるの見て、金曜日です。今日は平日お疲れ様でした。おつひにゃん、おつひにゃん、なんなんなん。今日は先ほどこのYouTube の公開のツイートもあったんですけど、毎週金曜日のミニティフのね、キャット、福姫キャットが26になりました。そう、ミニティフに出演させていただくことが公開されました。イエイ。クリスマスイブですね。12月24日、23、24に開催されるやつの24日にカレー愛出演させていただきます。イブに会えるね、嬉しい、嬉しい。なべなべちゃん、何これ、何これ、初めてもらった、何これ、あ、シンデレラの靴、なんでシンデレラの季節、私が忘れてしまったガラスの靴をなべなべちゃんにいただいた、ありがとう。探してたの、そのガラスの靴、ありがとう。平田さんと何、え、なんもないんじゃない、わかんない、なんもこんなこと言っちゃったらあれだけど、だってカレー愛単独イベじゃないからさ、なんか難しそう、そういうのわかんないんですけど、カレー愛チャンネルヒーローになった時が可愛かったですね。ありがとう、見てくれてる、ちゃんと流し見とかじゃなくてちゃんと見てくれてる、嬉しい。ヒーロー、大嫌いなはずだったの振り付けで、私はあんなんかヒーローなんだって歌詞があるんですよ。女の子チームが歌う歌割りで、男の子5人、女の子5人がこう歌っていくんですけど、大嫌いなはずだったわ、そのヒーローなんだってこうやって振り付けがあるから、なんかそれで私ヒーローだったので、今回のこの YouTube 企画でお菓子食べたいのヒーローだったので前半そうヒーローポーズしました。へへ、最近12月24日のメンツは行きたくなるやつ、嬉しい、待ってる。クリスマスイベントあるの初めてやけんさ、マジで会いたいです、みんなに。そう、初めてだよ、初のカレー愛クリスマスイベ、クリスマスイベ、カレー愛のクリスマスイベは12月10日だけど、ん、11日だけど、クリスマスイブとか当日にイベントあるのは初ですね、初めてです。あ、なんか何このベア、かわいい、なんか服着てんの、何これ、
なんかさ、赤い服着てるやつ。トンボありがとう、ベアン。ベアン。クマありがとう。クマです。クマです。嬉しい。クマ、久々に言ったわ。ベアン。久々に。ありがとう。日向不足解消しに行く。え、来てや。来てや、さっき会ってないけん。みんな来てや。嬉しい。11月28日とか20日もあるけど、そう。あ、明日、20日のファンミの一般発売とオンラインお話し会の申し込み明日ですよ。明日はオンラインお話し会の申し込み開始と、11月20日のファンミの一般申し込み開始。2個申し込みある日です、明日。お忘れなく。そう。そう、年内最後のイベントになる。そうそうそう。ね。そう思う、私も。今んとこ発表されてる段階では。ね。最後なんかにゃーとか思ったら。良いお年をってみんなに言わないと。ね。びっくりしましょう、イブに。感覚便宜さん、エマルンピ、オマルギリ、トリトンさん、ピスケさん。スタン。シマッチさん、ステッキ、ステッキ。なんか、ありがとう。わからん。そう。そう、オンラインお話し会明日だよ。あ、ケタニャお誰もありがとう。え、誕生日なの？誕生日マークついて、なんかさ、去年言ってた気がする。ポッキーの日が誕生日みたいな気がする。話したいことあったから、いいタイミング。本当はない。ありがとう、気になる。嬉しい。そう、おめでとう、ケタニャ。ケーキのマークついてる。ハッピーバースデー、ディアケタニョン。ハッピーバースデー、トゥユー。おめでとう。おめでとう。あの、アバターもプリッツに着替えちゃって。2回目の一緒に迎える誕生日だね。ありがとう。あの、一瞬、てか聞こえてる？これ。なんか、だるまだけ来て、あれ来てない。あ、来た、コメント聞こえてた。よかった。1周年のプレゼントとお手紙も受け取ったわ。ありがとう。おめでとう。また会おうねん。ねえ、オンライントレード、どう、え、仕事中ってことかな。そう、11月20日28日とあと12月、ファンミの次の日の対バンで、このミニティフかな。今決まってる。もう年内はそれでって感じかな、今んとこ。明日お話し会と一般申し込みって書いとこうじゃ。あ、文字数足りん。あ、どうしよう。あ、これこれか。これだと24文字。あ、でもオンラインって書いたら文字が足りない。これでいっか。どこかで新しい名刺欲しい。え、絶対あのクリスマスイベントの次の日がマジで衛生組にはめっちゃいい対バンだと思う。交通費が、あの対バンのために一往復するのがさ、ファンミと一緒で交通費かかんないから、絶対あの衛生の方が来る対バンだったらマジでって思う。月曜日お休みできるならだけど。そう、名刺もね、いろんな種類あって楽しいですね。ありがとうございます。フジポーさん、こんにちは。そう、いろんな名刺、生写真とかのやつかな。そう、ありがとうございます。おめでとうございます。明日、うーん、12時だっけ。12時な気がする。申し込みどう見たらわかるんだろう。駄菓子の動画見たよ、ありがとう。 YouTube、 そう、さっき更新されたんですよ。あとね、さっきTwitterにね、配信する直前に、ちょっと前に、
私の好きなあのトッポの種類とプリッツのんポッキーの私の好きなポッキーの味と種類ポッんトッポの味と種類載せましたなんか言いたくなっちゃってさ、今日ポッキーの日だってなったからさ、そう嬉しいよね。ね、なんか私はこれが好きとか載せてくれてて嬉しい。あとね、ひにゃめしとかひにゃぽすにもね、あの載せてくれてる人いた。アクスタと一緒に写真撮ったりして、ポッキーよポッキーよ嬉しい、ありがとう。そう、顎、そう猫ってテロップ入ってたね。こうやって顎こうやって餌付けされた後にこうやってされてました。駄菓子をこのぐらいのかけらもらった後です。やっほーめいちゃん、トッポのイチゴもらった。すごい、トッポってトッポじゃない、イチゴ珍しい気がする。そんなことないかな。クイナの買ってある、私の分のあれポッキープリッツトッポ、嬉しい。あ、オンラインは12時から、ありがとう。オンラインお話し会の、オンラインお話し会の受付は明日の12時です。みんなよろしくお願いします。え、マジこんな、もうマジ2ミリぐらいしかなかったの。だから途中からもうちょっと多くしましょうってなった。そうで、ファンミの一般申し込みは、わ、どこだこれ、先行受付始まりましたツイートから探ればいいよね。わ、いつだろう、でも12時な気がするな。それも一般受付も多分12時な気がするんだけど、違うっけ、違うかな。あ、来た、ここだわ。11月12日土曜日朝10時より発売。10時だって、え、違うのかな、え、10時っぽい、10時だわ、10時、え、12日よ一般発売、12日の朝、明日だ、明日の朝10時にファンミの一般申し込みで、12時にお話し会の受付ですね。そうだわ。ルセイロチケットありますとかも出てる、すごい。みたいね。24日のチケットも、え、そうなん、え、今日発表されたミニティフ、忙しい、明日の朝10時と12時。ありがとう教えてくれて。さっき発表された12月24日に出演させていただくミニティフの申し込みも明日の朝10時です。なんか初めて行く会場でした、会場。あ、社長ハットありがとう、社長さんハットありがとうございます。そう、あ、クリスマス、うんうん、クリスマスイベントじゃなくて11月20日のファンミですよ、あの明日の朝10時って言ってるの。ひょ、待って待って、お話し会バイト休みの日だから行ける、えー、嬉しい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 、マジこれは運命というやつかしら、もしかしてだけど、もしかしてだけど、26日の、しかも私夜なんですよね、一番遅い人、まあ土曜日なので関係ない人もいるかもしれないけど、時間休みだよっていう人も多いかもしれないけど、え、嬉しい嬉しい、話しますように、ありがとう。うん、今日お箸の日でもある、あ、そうなん、お箸の日でもある、知らんやった、確かにお箸みたい、11月11日、確かに、そう
そう、嬉しい嬉しい嬉しい、初めましてできる、ちょっとこっちも嬉しいんやけどねえ、嬉しい嬉しい、初めましてできるって言ってくれてめっちゃ嬉しい、やったー、ぜひ明日の正午によろしくお願いします、嬉しい、やったー、ありがとう、よしこくひにゃん、そう、え、ていうかあれなんですよ、なんだっけ、あれなんですよって言って2秒後になんだっけって言ってる、そう、初婚です、初婚です、よしくん、たかちゃん、えりかちゃん、えりかちゃん、えりかちゃん、猫の手作りのやつすごかった、パッパルちゃん、おくんちゃん、クリスマスイブのミニティフのやつメンツ強すぎてくさ、じゃあ来てくれるってことかな、メンツ強すぎてくね、ありがとう、カレーもよろしくそう、あのね、この前配信中に TikTok 撮って、こうやってここで配信中に TikTok 撮って、それをもう配信中にすぐ TikTok に上げたんですけど、その TikTok さ、ここ最近でなんか一番伸びが良かったってか、嬉しいです、めっちゃ。やからさ、やっぱあれなんかなと思って。TikTok ってさ、こう、投稿が発射された時にどのぐらい最後まで見てくれた人がいるかとか、多分再生されたかっていうのが、こう、AI データでファーってなって、多分いろんな人のおすすめに巡ったりしてとかなんですよ。こう、たまたまおすすめで回ってきた人に見てくれた人がいるかとか、もあって、だからさ、なんかさ、その、投稿した瞬間にさ見てくれてた人が多かったからかな、なんか別にそのでも投稿した日の夜、その日とか次の日の朝に別にうわこの投稿めっちゃ伸びたなとか思わなかったんですけど、なんか1日経ってみたらそう伸びてた、嬉しいです、だからその前の日のさ載せた時のデータがそうデータがこの動画はこういう感じでこうだったっていうのが回って回って一日経ってそうなったのかなと思って、わかんないですけど、そう嬉しかったって話、まあ何を伝えたかったかというか言うとありがとうございますって感じ、ありがとう、そうほら見てくださいこの TikTok、 嬉しい、次の日のね昼ぐらいに開いた時にへってなったの、なんか今日の朝まで別に普通だったけど昼ぐらいに見たら急に増えてて再生回数が、嬉しいってなった、あいた、手ぶつけた壁に、そう嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます、そうそう、あのバルーンのやつ、他の1000とかなんだけど3000だった、そう嬉しかった、ありがとう、そう、そうなんよね、そうすぐ見、そうやっぱそういうの大事なのかなとか思ったり、わかんないけど、ライブ行くとしても行く、ひらに行くかまだ、おい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 、もうこんだけ話せんのに、私語彙力なさすぎて1分ちゃんと話せるか不安だ、マジ1分秒だから大丈夫、どうしたらいい、もう本当に話しすぎないように気をつける、私話しすぎちゃう一旦待つわ、そちらが話していただくの、そうじゃないとすぐ1分経っちゃうからね、話そうと思ってたこと話せなかったってなっちゃう、うんうん、なんか絶対なるじゃんね、水谷でしょ、こんにちは、はい、今撮るかって、そう今日食べてないポッキー、何も食べてない、なんか何もしてない、さっきね何もしてなかったわ、今日メンバーと会ったけど、そうちょっと時間なかったね、バタバタの一日でした、昨日のマーキーの名刺全メンバーの中でもらった中でひなちゃんのハートが一番大きかって燃えた大きかったハート、よかったそう、あーリツイートもしてくれてたね、リツイートもありがとうございます、確かにみんな食べたんかなポッキー、ほっといてもひなたまさんねえウケる24日は福ひな行くしかねえな、やったー、ありがとう、クリスマスイブ初めてのクリスマスイブの思い出、お酒ちゃん、ハクヒニャー、お話し会さんだった、嬉しいよ、ありがとう、めちゃんこ嬉しい、ほんとすぐ1分すぐ終わっちゃう、よね、マジ終わっちゃう
ポッキー食べた。いいね。そう、また明日とかにも食べようかな、タイミングがあれば。そう、アイヌ大好きな作品にゃん。帰りにそう、7歳が今日ポッキーの日だって言ってたけど、そうそうそう言ってたんですよ。そう、食べれてないわ。だからちょっと寂しかったからさっきツイートした、あのなんか高校の時とか小学生の時とかは、小学生は普通に家族でなんかお母さんがプリッツとかポッキーとかトッポとかいろんな味買ってきて机の上に並べて、ご飯の後とかにポッキーパーティーしてたんですよ。で高校の時は学校にみんな持ってきていろんなポッキーとかあげ合いして、買って袋あげたり箱あげたりとか一本あげたりとかして、めっちゃさ、もう一日でめちゃめちゃさいろんな種類のポッキー食べてたりしてたのにさ、今日なんかもう過ぎ去って悲しい。だからまたなんか作ろうと思う個人的に。今日は福田的カレー愛メンバー的ポッキーの日ですってやりたい。やれなかったから今日。そう、楽しかったな、めっちゃみんなポッキー持ってきてたもん学校にそう、見た、あ、ごめん、今わざわざ書いてくれてた、ごめん、タッチしちゃった普通に。めっちゃ嬉しいんだが、久しぶりななちゃん、ありがとう。ちょ、読んでいい、これコメント読みますね。私の後ろの席の子に私がカレー愛カレー愛って言いすぎてお家で調べてきてくれた子がいたらしいんですよ。でその子がゆりあちゃんとひらたちゃんとりあちゃんかわいいって喋ってくれてた。その子アイドルとか興味なかないとか言ってたのに嬉しい。身近にカレー愛のことをよく言ってくれてる人本当に、身近にカレー愛のことをよく言ってくれる人いて本当に嬉しいねー。嬉しい、ありがとう。嬉しい。なんかもういろんな意味で嬉しいわ。なんか普通にさ、そのカレー愛のことを知ってくれた子が増えたっていうのも嬉しいしさ、そうやってなんか広めてくれてっていうか、嬉しい、ななたん、嬉しい、ななちゃん、めっちゃいいじゃん。しかもアイドル私興味ないみたいな言ってた子がさ、調べようって思うぐらいまでさ、ななちゃんがさこう広、なんかなんて言うんだろう、調べてみてみたいな、圧かけたら調べる気なくなるけど、こんなにこの前の席のお友達がハマってるアイドルいるんだ、今日もまたお話ししてる、調べてみようって気持ちにさなってくれたことが嬉しいし、ならせてくれた奈々ちゃんはめっちゃ嬉しい。嬉しい。そして私とユリピとリエ、そう、なんか名前も覚えてくれてさ、しかも見つけてくれて、嬉しい、やばい、嬉しい、ありがとう。嬉しい、どうしよう、感謝です。嬉しい、嬉しいな、こういうことが増えたらいいな、もうね。しかもさ、最後の言葉もめっちゃ嬉しかった、身近にカレー屋のことよく言ってくれてる人がいて本当に嬉しいって言ってくれてるけど、嬉しいね。お友達とかとさ共通の話題で話せたらめっちゃ嬉しいよね。いい話だ、嬉しい、ありがとう。学校とかでもいっぱいカレーの話してくれて嬉しい、ありがとう。しおちゃん、やはん、くまねパパさん何億年ぶりかのリップ見ました、素敵、ありがとう。そう、そう、極細好きなんですよ、プリッツ、ポッキー。やばい、なんか今日プリッツとトッポとポッキーがわけわからんくなる。
そうポッキーは極細が一番好きです。あのアーモンドも好きですね。でもアーモンドなんか高級な感じがしていつも買うのちょっと躊躇しちゃう。あの8本ぐらいしか入ってないんですよ確か。もうちょっと入ってるかな10本。でもめっちゃ食感が美味しくて好き。極細はずっと好きなんだよ。冷凍とかしてよく食べてる。なんか昨日お疲れ様ありがとう。昨日なんかさひらがなで書いてるの知らなかったわ。飯の名前普通に漢字で書いてた。ありがとうツイートもしてくれて。あの名刺のやつ昨日のありがとう。ハギさんヤホン。トッポの日は10月10日だよ。こうしけとトッポトッポじゃなくてトットやんそれ。トットの日トットの日ねえー、もう終わってたのかじゃあ。そうババーンペペン。え待って何事すごいありがとうございます。なんか待って一件に64件ついてきた。漢字で書いてくれたのひららしくて嬉しかった。ええなにひらがなが本当なのこれさ。ショールーム両方書いてるじゃん。ひらがな版と漢字版の名前だからどっちでもいいのかなと思ってお塩って書いてたんだけど。えカレー愛会カレー愛館外カレー愛会の中ではひらがなが鉄板だったのかなと思って。えごめんって思っちゃったけどよかった。漢字で書いてくれたのひららしくて嬉しかった。よかった。えそうなのよ。そう TikTok ね消さなくてよかった。まあそうね消さなくてよかった。本当に嬉しかったの。絶対青森のハミとかあったら一緒に嬉しい。そう奈々さんの地元だからいつかやりたいのよめちゃめちゃ。そうこんばんはこんばんは。恋愛小説とかさ作品ね可愛くなりすぎてリップするの勇気いる。ちょっと私より可愛い人にいっぱいリップしてるでしょ多分ね。聖書ねいっぱいね昨日も映っててね。うんうん待ってるわ。えそうアーモンドのやつマジ大人って感じ美味しい。20日半ミークついでに新大久保でやってる今そうやで、ね、なんか芋フェスさ芋フェスがあるんですけど、あの新宿新大久保のとこでやってる芋フェスが明日から始まるんですけど、私ね芋大好きなんですよね。それでエシーさんこんにちは。そうあれさ10月ぐらいに多分発表されて芋フェス11月にあのここで開催します、なんか出店店舗はこんなのがありますみたいなところがあって、そうあのさあのスタッフさんが言ってもうね連絡してくださったの私に。え11月に芋フェスあるってって、そう行かないとねって言ってくれてすっごい嬉しかった。で、あーでも11月かまだまだ先だなって10月の思ってたんですけど、なんと明日になりました。イエーイ嬉しい。もうめちゃんこ嬉しい。楽しみにしてたんだから10月からすっごい嬉しい。なんかいろんなお店のスイーツ系とかなんかご飯系とか大学芋とかそうあるみたいで、入場無料でそうあるんですよ。20年3日まで多分合ってるかな。めっちゃ覚えてる。もう私カレンダーに入れてるんですよ。11月12日から23日芋フェスってこうやってビーってもうあのカレンダーに入れてる。この2週間の間であのどっかで行かないとって思って、そう私のカレンダー的には23日までですね。絶対行こうと思う。マジで超楽しみ。めちゃんこ楽しみ。そう11時から19時までの間に行かなければいけない。メニュー見たら芋だらけで笑って、そう芋だらけなんです。なんか全部芋のメニュー。焼き芋フェスって名前なだけあってさ全部芋なんですよ。ということはつけ麺博は今日までつけ麺博やってたの新宿区立新大久保公園で。確かにさファンミの日みんな行けそう。いいな行きたい。
一部と二部の間の特典会、一瞬福田抜けます、特典会すいませんって言って焼き芋フェス行ってからその代わりファンの方にも焼き芋、焼き芋っていうか芋スイーツ買ってくるので、行きたいね。そう、せっかく新大久保だから、おばあちゃんの芋が一番、いやそれはそう、そうおばあちゃんから、あの掘りたて山、ま、ん掘りたてほやほやの焼き芋、あのさつまいも送られてきたからさ、ひずなさん、おやさん、こんにちは。そう、スタッフさん差し入れで買ってきて、そんなことがあったら超嬉しい。最近知ったんだけど、カレンナエボリーってグループの福田ひなたってこう可愛くない？ん？イエーイ、ありがとう。可愛いね、そう可愛いんですよ。おすすめですね。そう、よくひなにひなひなさせちゃうぞって言ってほしい。怒られそう。何ひなひな、何それ、ひなひなさせちゃうぞって抜ける。じゃあ、あのもう全然、結局さ、会いに来て公演ってないからさ、あのね、あの言うわ、あの言って、あの初対面できたら、うん、直で言います。そう、何欲しい森、我が家はすでにあの焼き芋機が活躍しとる。すごい。でもね、あの焼き芋機まだちゃんとあるんだ、すぐ出せるとこにある。そう、じゃあもう今年もさ、すでに焼き芋作ったってこと？めっちゃあの焼き芋機いいよね、本当に。なんか簡単です、こう裏表にするだけだから。そう、そう、福田ひなた芋フェス東京2022に参戦のため、本日の半身決済でません。そう、そうです、そうです。あの忘れ間違いにそうだよ、そのミニティフも被ってるよ、対マン。そうだから、お得だね、皆様、富山るとかたかちゃんも。てか今日アイライン綺麗なんだが、今日アイライン、ここ1ヶ月ぐらいで一番うまい、この左側のアイライン。嬉しい。ここ実は昨日のマーキンめっちゃアイライン下手くそだってちょっと泣いてたんですよ。ちょっとね、アイラインうまくいかなかった昨日。今日なんで、今日なんで、今日なんやん。嬉しい。でも嬉しい、にゃり、なんかまっすぐいい感じに引けてる。日常の些細な幸せです。そう、久しぶりの配信来たから浦島太郎になってる。浦島けどん、浦島太郎になってる。なんで、別にそんな、あれなってる、あれかな、そんなあれかもしれない、そんなはあれかも、日常の話してるから全然大丈夫だと思うけど、浦島太郎になってるってか、お前じゃいっぱいお話ししようね、みんな。そう、見てほしい、こっちのアイラインめっちゃ今日うまいです。あのちゃんとここがもうガタガタしたなっていう、これ嬉しい。毎日こうやってあの満足いくアイライン引けるように、いつもの納得度は、納得ってきた、ちょうどコメント納得7109。いつものアイラインの納得度はまあ7割6割6割7割ぐらいですけど、今日はもう 90% ぐらいですね。嬉しい、ヒヒヒ。いつでも可愛いという100点のコメント置いときます。最強、最強。あー、心がひにゃひにゃするんじゃね、ね心がひにゃひにゃするんじゃってさ、心がふにゃふにゃするんじゃみたいな感じだね、語呂的に。
ふにゃふにゃするんじゃん。オッケー、やばい、なんで更新できないんだ。いけた。そう、川越でも芋フェス。川越、川越って芋フェスどころか普通に川越自体が芋が有名なとこじゃないっけ。え、あのリオちゃんとあかりちゃんと七瀬が行ってたとこ、ご褒美企画で YouTube の。え、そこめっちゃ芋有名らしくて川越。え、その有名なさ川越で芋フェスあるの、え、すごいじゃん。有名なとこで芋フェスとか、なんかさらにすごそう。すっぴん見た、え、この前すっぴんで配信してた夜。ゴノさん、ナオノさん、こんにちは。あ、黒、ほんと発見した。しゅん、あ、なんかヤシくん、ありがとう。24日に福田さんが好きそうな名前のグループおるね。捨て猫キャッツ。キャッツ！キャッツ。キャッツ。ちょっと見るわ。びっくりした。え？何これ、これ本物？え？え？分からん。いや多分そうだな。え？ちょっとわ、これちょっと待って、今、いや多分そうなんだけど、いや多分そう、え、待って、いやでもこれ多分そうだけど、え、わかんない、確信ないことはこういうとこで発言しない方がいいよね。ちょっと、え、でもいや9割5分そうだな。びっくりした。ごめんなさい。ちょっと。え、すごい、あのあれができてるかも。かけフライの歯型見せつけて川越に行けなかった。そうよ。そうよ。かけフライの歯型を全世界に見せつけたのに。川越、ね、大好きな焼き芋がある、焼き芋、芋がいっぱいある川越に行けなかったんです。そう、あ、違う、オーディション仲間知ってる子、違う、ごめん待って、そこに至る前にさ上っていうことがあっちゃって、今通知欄に、あ、ごめん、あのごめんなさい、たど申し訳ございません、あのたどり着けておりませんでした。たどり着きますね、キャッツに。じゃ、ごめんなさい、失礼いたしました。あー待って、動画始まっちゃう。捨て猫キャッツにも少し前に少し押してた子、えー、そうなの、なおさら24日最高じゃん。そう、ま、MA、 なんて読むんだろう、ま、マヌスベロリアさん、こんにちは、外国っぽい、ハロー、可愛い子を探せ、福姫、村上さんやめた、病院のベッドが暑いので寒いギャグ言ってました。ちょっとそっか、入院してるの忘れてた寒いギャグ、布団が吹っ飛んだ、これで寒くなったね、あの病院のベッドが、どこどこにいるんだ、
やばい、みんな、ね、猫耳してるんだが、大変、これは大変。えね、絶対そうだよこれ。えでもさ、 SNS って何があるか分かんないよな。捨て猫キャッツ猫、やばい、存じ上げてなかった。ちょっと調べさせていただきます。え、新しくない？え、どういうこと？え、アイドル始めま、え、10月27日にアイドルですみたいな、え、アイドル始めますってツイートされてるメンバーの方がいる。え、どういうことこれ。あ、新メンバーじゃない。え、どういうこと。え、10月27日にアイドルになった方ってこと。え、どういうこと。その後、え、どういうこと。あ、違うか。でも前押してたとか、前捨て猫キャッツ押してたって今コメントあったから、新メンバーってことか。びっくりした、そういうことか。え、すごい、最近デビューしてたグループだよ。最近デビューしたグループだよって言ってるあなたがさ、今、え待って待って待って、どういうこと。最近デビューしたグループだよってコメントしてくれてる方が、え、押してた子いたみたいな。え、1週間ぐらい押してたってこと。それって 3日間押してたとかのレベルじゃない、マジで。だってまだ2週間ぐらいってことじゃないの。え、ん、わかんない、アイドルデビューかどうか、この子がデビュー、え、わかんない、ちょっと待ってくださいね。公式のツイッターよりメンバーさんのツイッターが先に出てきまして、公式さんにまだありつけてないんだが、どこにあんの、どれが、分からん、公式さんのツイッターがない、どこにある、あ、これだ。え、めっちゃすごいです。え、やばい、画面偏差値がすごく高い。そういうこと、あ、そういうこと、他のグループにいた時に押してた、あ、そういうこと、あ、まあ、そういうことで、なんやねん、まだ10日ぐらいしか、ん、14日ぐらいしか経ってないのに、あ、そういうことね、あ、そういうことか、あー、なるほど、他のグループ、あ、そういうことね、理解しました、びっくりしました、理解です。え、すごい、ね、カレーアイモさん、マイディアのコン、あ、そうなの、あのさ、カレーアイモさ、アーシャのさ、普通にアーシャ撮ってるんですけど、この捨て猫さん、キャッツさん、捨て猫、その普通のアーシャのここに猫耳をこうなんか絵で描いて入れてるみたいな感じなんですよ。カレーアイモさんする、あの好きな動物でイルピとかウサギじゃん、私猫好きだから、こうしてユリピはウサギの耳生やしてみた。え、どう絶対ないけど、え、すごい、びっくりしました。ちょうどいい寒さで助かった、お、よかった、貢献できて。え、最近思ったんだけど、ウィンドウショッピングしてると福田さんのこと考えちゃう。お、嬉しい、ありがとう、イエイ、1周年のもありがとう、たっくん、ごへいさん、つづきさん、今長尾から聞いてきたけど、昨日特典会の時塩の話してくれてたの。あ、そう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 、してたしてた、そう、お塩ちゃんの話してた、そう、したしてたそしたら2回目来てくれた、そうそうそう、なんかめっちゃ可愛い子いるな、なんかずっとさ後ろ姿見えててめっちゃ可愛い女の子いるなと思って、なんて言うんだろう、量産系のめっちゃ可愛いと思って見てて気になってて、こっち来たらあのお塩ちゃんだってびっくりした、髪バッサリ切ってたからさ、この辺からこの辺に髪切ってて、
そうボブになってたかびっくりしてさ、しおちゃんの好きな話、好きなとこの話とかしてたわ。そうやん、ゾウの鼻、確かにみんなゾウの鼻つけたらいいんじゃん。違う、メンバー全員にゾウの耳つけたらいいんじゃない、こうアーシャにでっかいダンボみたいな、あり、あり、ね、そう、としきさんこれ、え、待って、あ、これおしおちゃんか、お布団、ん、名前変わっててびっくりした、そうえ、そうそうそう、11月20日のヘアメイク何ですか、え、決まってないね。でもさ、新衣装でまださ、昨日のライブ1回とあの1周年だからさ、アーシャ通りにするか、え、分からん、ちょっと他のメンバーとの兼ね合いとかだもん、じゃあな、分かんない、どうしよう、迷う、な、何がお好きですかみんな、トトロパパちゃん、ゾウレア感も、猫耳招きケチャさんもやってるから確かに、なんかあのコスプレでゾウの耳つけてるわけじゃないけど、アーシャにゾウの耳をこうイラストでつけてるっていうので、さあちょっとこうね、あの印象的に、印象に残るかもしれない、なんだなんだこのグループ、アイボリーかってなってくるかもしれない。ユースーフさんこんばんは、こんばんは、そうね、そう、飛び切りの時にフェアツレ持っていく、確かし、え、違う違う、本物の人につけるんじゃなくて、あのアーシャニーさんどうですか、みんなでゾーンになるの、本物の衣装の時にさ、ゾウつけてたらさ、あのハグする振りの時とかさ、やばいよね、あのあの隣同士でペアになる振りの時とか、耳がうんうんうんってなるね、え、大丈夫やな、ね、ね、そうそうそう、え、すごい、なんか私のルームでこんないろんなアイドルさんの名前出るのめっちゃ珍しい、なんか今日新鮮、このコメント欄すごい、あ、そうなんだ、じゃあ昨日も最後まで残ってたんだろうね、私たちの後だったから、佐賀さん、イジャクさん、カオさん、今度福田さんにお手紙書くときはゾウ、ゾウなんちゃらペーパー、ゾウ、ゾウさん、ジョー、ジョーオーシャン、ジョーオーシャン、おー、はにゃが長いのね、ちょっと待ってよ、え、でもなんかモヤモヤする、めっちゃモヤモヤする、さっきから私がこの意味のわからない発言をしてるやつ、わからん、え、モヤモヤする、なんかさ、わからん、あのあれかもしれない、もうモヤモヤするから言うけど、まあ、え、わからん、でわでわでわ、難しいねこういうのって、ニョンヨンつけ棒買ってない、まあ別にいけるか、別に、あのさ、カレアイの YouTube のあの
カレー屋 YouTube スタッフみたいな、なんだっけ、カレー屋チャンネル制作スタッフっていうアカウントこれできたみたいです。え、でもさ、なんかこれをさっきからそのツイッター開いた瞬間びっくりしたって言って言ってるんですけど、なんかまだあの全然あれでして、今できたのかなんかわかんないです。なんかさ、わからん、本当にさ、でも本当にもう申し訳ないけど、こんな疑うのはさ、え、なんかさ、本当にわかんないんですけど、なんかまだ今そのカレー屋メンバーをフォローしてくださってるって段階なので、ちょっとカレー屋の方式がさ、あのフォローしてたらさ、そう、絶対そうなんですけど、わかんないけど、多分カレー屋チャンネルの制作スタッフさんが広めようと作ってくださったみたいです。でもわかんない、あの私はあの一応カレー屋の公式がえするでしょ多分、ちょっとするまでちょっと待っとくんですけど、そうってお話でした。でもマジまだ何も動いてなさすぎてちょっとわかんないので、ちょっとわかりません、あんまり発言に責任持てないけど、ちょっともうこんなに迷ったのに結局言っちゃった、なんかうずうずしちゃって、これで頭がいっぱいで話が進まれたから、俺の何すましなの、本当あなたの何すましなの、スタッフ募集、スタッフ募集って何、カレー屋チャンネルの石ちゃん、そっか、ヤンヤンつけ棒も今日いけたね、トッポプリッツポッキーヤンヤンつけ棒、あとガブリチューとかもいけるんじゃない、ガブリチューとか、うわヤンヤンつけ棒食べたい、久々に楽しいな、ヤンヤンつけ棒長らく食べてない、そう、そうなんよね、めっちゃ、あーそうか、なるほど、めっちゃ今一気にコメント見てたわ、おでこしか言ってなかったかもしれない、ポッキーとプリッツどっちが好き、え、そのポッキーのあれによるかも、ポッキーは極細ポッキーが一番好きで、プリッツはあのなんかトマト味のサラダ味みたいななんかのプリッツが一番好きだから、そう、その比べる種類によるかも、あのポッキーとプリッツそう、いろんな味あるからね、グランドフィナーレ2021、え、去年、え、もう恥ずかしい、恥ずかしい、やだやだやだでも見てくれてありがとう、そう聞いてみたけど実は食べたことない、ほんと、え、めっちゃ楽しいよ、なんかあのあれですね、めちゃんこ楽しいです、あのなんかチョコ、こんなスティックみたいな木の棒にクッキー状の棒にチョコつけて食べるんですけど、あ、そう、どっちも好き、なんかそのこの棒自体にもなんかコメントが書いてあるの、一本一本にこう、これをこうチョコにつけて食べるんですけど、そのここになんか今日もナチュラルだねって書いてたり、いろんなコメント書いてるからそれ読むのも楽しいし、あとなんかこうチョコつけた後にトッピングみたいなのつけれて、あのキラキラの美味しい、なんやろ、砂糖みたいなやつつけれるの楽しい、ねえ、最近食べてないねえ、よいしょ、やちょかし、にゃんにゃんチョケモン、白いさぎさん、こんにちは。てか待って、何時？時間から時間ちゃってたね。ひなめし、そうね、ひなめし、いつもあのちっこいのいるから嬉しいわ。嬉しいんじゃねー。
ましょう。ということで、そろそろ配信を終わろうかなと思っております。と、今日発表されたやつは12月24日クリスマスイブにミニティフっていうのに出演させていただくことが決定したというお話でした。あと明日の10時に、朝10時にこの12月24日の申し込みと11月20日のカレー愛のファンミーボリューム10の一般申し込み、一部と二部のが朝10時に始まって、12時正午にオンラインお話し会、オンリーボックスの申し込みが始まります。よろしくお願いしますかな。そう、ミニティフのやつを教えてくれてありがとう。知らなかったから、今日って明日って11時と12時ですわ。ということで、ランキングを読もうと思います。ランキング、ひろなさんこんにちは。ちょ、思っちゃう。あ、キラキラ星ありがとう、ウィッティさん。気づいてなかった。15位、エリカちゃん、こちらこそいつもありがとう。14位、トズキさん、ありがとうございます。13位、ヨシ君、ありがとう。12位、社長、ありがとう。リチケタニャ、ありがとう、おめでとう。10位、お酒ちゃん、ありがとう。9位、写真びっくりした。9位、やまびく8号さん、ありがとうございます。8位、ラーメンさん、ありがとうございます。7位、とよまる、ありがとうございます。5位、ガオさん、ありがとうございます。4位、しらすさん、ありがとうございます。カレー。4位、なめなめちゃん、ありがとうございます。3位、あれ、3位なべなべさんでした。失礼します。2位、カメレオンさん、ありがとうございます。そして1位はズルルズン、どうもありがとうございます。ベア、なんか新しい種類のベア、ありがとう。花墓の皆様もありがとうございました。見に来てくださって、いろいろ見てくださって、 Twitter や YouTube や TikTok など見てくださってありがとうございました。平日お疲れ様。金曜日花金ですね。花金ということで、可憐なアイボリーの香川県出身、福田ひなたでした。今日待って、昨日も食べてないわ、佐賀さん。昨日も食べてないし。そう、可憐なアイボリーの香川県出身、福田ひなたでした。ありがとうございました。素敵なポッキーの日、あと1時間半ぐらいお送りください。今日もお話ししてくれてありがとう。毎日配信してるので、ぜひ明日も明後日も来てください。ありがとう、最後まで見てくれて。楽しみ、バイバーイ。髪ボシャボシャ、ちょっと バイバーイ。また明日ねー。